よく見たらこの教室ってひどい荒れ様だったわ。私はともかく、あなたにとってこのままというのはちょっとひどいわよね。よしよし、それでは。おお、西部劇ね。それで、お前の名前は？天道刹那。何？巡礼者？ここまでたどり着ける力を持っているなら、うすうす感づいているんじゃない？どうして自分がここに呼び出されたのかなんて。それは…知ってるでしょ、知ってるでしょ、この世界の虚栄を、残忍さを。なら手を貸しなさいよ、一緒に壊しましょうよ。あいにくそういうのを防ぐために私が召喚されたんだよ。君は破壊、私は防衛、互いの立ち位置は明瞭だ。ゆえに君の希望を。打ち砕く。そう。なら仕方ない。ええ、仕方ないわ。この世は全て欺瞞と疑念でできている。ならば私の幻影が世界を覆ったところで問題はない。お前のビジョンも私の幻影に取り込んでやる。原告をもって一切の非戦闘行為による解決を放棄、戦闘行動へ移行、撃滅による状況好転を目標とする。ガンホウ、ウオードック、腹綿を食いちぎれ。なめんなに距離感どうだ。
逃げ決め、一人式強奪。どう？怖い？ねえ、怖いでしょ？お前は自分の資格を信頼できる？大して怖くてもう対応できる。距離感がつかめないのを忘れてた。意外に効果あるでしょ。さっきは油断した。もう怪しげな魔術は使わせないから。対応したと言ったはずだ。ロマンチックよね。骨が砕ける音。術も魔法もなしにいきなり回復してんのよ。そんな術も手段も方法も山ほどあるじゃないか。魔術でも魔法でも道術でも法術でも、あるいはそれと真逆に位置する科学という力だ。せっかくここまで作り上げて、ここまで記録してきた幻影世界なのに、壊れたら承知しない！
パーティーの強みか。あらゆる罪人を受け入れ、追放し、弾劾する剣。この剣、貴様も永劫に近い時をよりよく過ごせ。剣の持ち主は、君じゃないはずだ。違わない。天使が使わないなら、私が流用したところで何の問題もない。人間よ、この剣の力を持って罪を悔い改めよ。断る。嘘よ、そんなの信じない、信じない。どうして、どうして人間ごときがこの剣に耐えられるのよ。どんな聖人にも、生まれたての赤子にすら罪を刻むことのできるこの剣に、どうして耐えられるの。人間なんて、神に祈り、天使を崇め、悪魔にすがる、ただそれだけの存在でしょうに。随分と人間を馬鹿にするものだな。君はその人間に信仰されていただろうに。私は天使なんかじゃない。そうか。なら君は何だと言うんだ。どういう存在だと認識すればいいんだ。暴食の罪よ、両親の機械楽、知恵も誇りもなく、ただひたすら食らい尽くす汝が姿を世に示せ。ブーブー小豚が鳴いてるわ。小豚？あれが？
愛らの罪を、労働なく富を持ちて永劫の眠りにいざない！やめて。遊びは終わりだ、小さな支配者。八つ当たりでさらわれ、八つ当たりで殺され続けた彼らも、これでようやく解放される。解放ですって、ふざけるな。お前がやろうとしていることは私よりひどい。どこまで？みんなここで幸せに過ごしているのに、みんなここで永遠に殺されて幸せなのに。もう喋るな。やめろ、やめて、やめて、やめて。ラジエルの力で現実とのリンクが完了した。これより削除が開始される。
な